はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは、今回なんですけども、超絶便利な三井住友ナンバーレス3ヶ月使った結果はということで、今回は三井住友ナンバーレスのカードについてですね。この動画では三井住友ナンバーレスのカードを、約僕が3ヶ月弱使った結果や、持ってるとどれくらいお得で便利なのかをシメリションを交えながらですね、お伝えします。すでにですね、ご存知の方も多いと思いますが、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回紹介させていただくカードはこちらのカードですね。三井住友ナンバーレス NL のカードですね。まあ、このカード自体は3月の終わりぐらいに作成をして、まあ、そこから約ね、まあ、3ヶ月までは経ってはないんですけども、3ヶ月弱使ったような感じとなっております。で、僕が作ったのは三井住友ナンバーレスのマスターブランドのタイプのカードですね。で、先に結論からお伝えすると、約まあ3ヶ月弱使った結果なんですが、もう非常に良いということですね。もうこれね実際に使わ 使れている方はもうほとんど思ってる方が多いと思いますまあ、ここ最近ねコード決済のキャンペーンとかがちょっと静かなところではあるのでこのナンバーレスのカードがね本当に活躍する場面がかなり多くなってるんじゃないかなと勝手に思っておりますで念のためカードのスペックのおさらいなんですけどもまずこのカードの年会費はもう永年無料となってますもうこの時点で結構いいんですよねで貯まるポイントが V ポイントというポイントが貯まりますで還元率なんですけども通常の還元率は 0.5%200 円で1ポイント貯まるカードとなっております ですけども、このカードの最大の特徴といっても過言ではない、この対象店舗の決済することで、最大5%まで関係率をアップすることが可能となってます。まあ、ここがやっぱ最強ですね。で、ブランドは Visa とマスターブランドとなっております。で発行できる年齢に関したら、18歳以上の方、高校生除くとなっております。で、実際にこの内容を踏まえた上でですね、今回は僕から5つですね、 このカード使って良かったなと思うところ、もしくは今後こんな風に使おうかなっていうところですね、サクッと上げていきます。まず一つ目は先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、コンビニセブンレブンローソンファミリーマートマクドナルドで困ったらとりあえずナンバーレスで決済ということで、これがね、めちゃくちゃやっぱでかいんですよね。というのもこちらですね、いつもの利用でポイント最大5%還元ということで、三井住友ナンバーレスのカードならコンビニ三社とマクドナルドで5%のポイント還元ということになっております。僕が 以前、ナンバレスのカードについての動画をアップした時は、ファミリーマートが入ってなかったんですけども、まちょっと前くらいからね、ファミリーマートもタッチ決済導入されたということで、もうコンビニ大手3社、そしてマクドナルド、そこでタッチ決済を行ったら、ポイント還元が5%まで受けることができるっていうね、本当にもうコンビニの中でもかなり高還元のカードの一つになるんじゃないかなと思ってます。ちなみにですね、今の5%還元を受けるためのちょっとした注意点なんですけども、このカードを使っての決済方法というのは、いろんなパターンに分かれております。それが ねご覧の通りとなっておりましてこれに関したら前までこういったものはなかったんですけどもかなり分かりやすいようなね図が出ておりますまずビザマスターカードで通常で決済した場合は先ほどのコンビニ大手3社がマクドナルドで決済した場合は2.5%還元になりますこの支払い方法はクレジットカードを差し込んだりとかスライドしたりとかまあそういった感じの決済をした場合は2.5%還元となります今回のポイントはここなんですよねビザのタッチ決済マスターカードコンタクトレスこれで決済をした場合 5%還元を受けることができますこれはカード現物をタッチする場合ということなんですけどもこちらに今出てるような画像を見ていただいてこの画像のようにカードをかざして決済した場合は5%還元を受けることができますですけどもクレジットで決済する場合の Visa マスターカードを差し込んだりとかカードをスライドしたりすると還元率が約半分に落ちてしまうのでここはねちょっと注意が必要かなとまあすぐに慣れますめちゃくちゃ簡単なのでで他にも ID 専用カードあとは Apple Pay の ID ID 決済こういった場合の決済をした場合も2.5%分の還元を受けることになるのでこれも注意が必要なんですよ。これ後ほどねちょっと画像の解説を行います。 で、ここ最近は Apple Pay でも Visa のタッチ決済に対応したりとか、そして MasterCard ーーのコンタクトレス決済にも対応しているので5、5%還元を受けることができます。なので、普通にカードをかざして5%を受けるか、Apple Pay での Visa、MasterCard ーーでのコンタクトレス決済して5%還元を受けるか、これであれば、今回の最大の特典を受けることができます。で、ちょっと前の動画の時にちょっと僕勘違いしてたんですけども、Google Pay で Visa のタッチ決済、MasterCard ーーのコンタクトレス決済対応してないということだったので、ちょっとここは注意が必要 かなとですけども、なんかここにね、2021年5月現在って出てるので、いずれね、対応してくれたら結構嬉しいっていうような感じにはなってますよね。なのでね、セブンイレブンファミリーマート、ローソンマクドナルドでお買い物をしてる場合、まあ、決済する場合に関したら、まあ、本当にね、ありふれたキャンペーン、コード決済とか、まあ、クレジットもそうなんですけども、いろんなコード決済とかキャンペーンとか、どれだったっけなと思うことってちょくちょくあると思うんですよ。ですけども、もうそれに迷わずね、とりあえずミティスミと、まあ、ナンバーレースをかざせば、もうとりあえず5%還元を受け ることができるので本当にそれがでかいんですよねまあもうなんか今何のキャンペーンだったっけなまあいいかとりあえずナンバーレスだみたいな感じで決済すればねとりあえず5%は受けることができるんでここについて助かってる人っていうのも結構多いかなと思いますでさらにそこからですね毎月対象店舗今お伝えしたマクドナルドセブンイレブンローソンファミリーマートまあ、こういったところで毎月まあ、立ち決済5%で利用した場合のポイント還元ということなんですがまあ簡単なシミュレーションなんですけども3000円毎月3000円利用した場合と 円円円利利利用用用しししたたた場場場合合合万とということで、まあ、正直ね、コンビニでそんなにこれぐらいの金額を使うっていうのは、まあ、結構バラバラになってくると思うんですけども僕は正直3000から5000ぐらいの間で、まあ、使うっていう感じなんですが、まあ、ざっとね5%の計算をしたらこんな感じです3000の場合は150ポイント5000分の場合は250ポイント1万円分の場合は500ポイントそ,そして1万5000円分使った場合は750ポイントって感じなので、まあ、正直ね、本当に5%って、まあ、これを見た段階でもやっぱりお得感っていうのは じじわわと出てきますですけどもそこからさらにですねこれを12ヶ月1年間このナンバーレスでこの金額で使った場合の計算をするとざっとこんな感じとなってます3000を12ヶ月使った場合は1800ポイント年間でもらえて5000円分を12ヶ月使った場合は3000ポイント分そして1万円分を12ヶ月使った場合は6000ポイント分そして1万5000分を12ヶ月使った場合は9000ポイントという感じなので、まあ、これだけ見ても年間で関するとかなりのポイントになってくるんですよね、まあ、もちろんねコンビニ 自体は若干ねやっぱり商品の単価が高かったりするので、むしろね使いすぎはあまり良くないっちゃ良くないんですけども、よくコンビニを利用される方であれば本当にこのカードはかなりね心強いカードの一つとなります。で続きまして2つ目なんですけどもこちらタッチ決済が爆速の極みということで、もうこれをね結構感じている方多いのかなと思うんですけども、まあ、とにかくねこのタッチ決済このカードを使ってかざして決済する場合ほん 本当に早いんですよ。びっくりするぐらい早いです。まあ僕が初めて経験したのは、ローソンでのタッチ決済を行った時なんですけども、あ,あまりにも早くてめちゃくちゃ感動したんですよね。まあ僕はそれまでですね、iPhone の ApplePay を使って ID 決済とか、あとクイックペイとか、まあそういった感じで決済をすることは多かったんですけども、カード単体でかざしたりするとこんなに早いのかっていうぐらいね、そこにも感動しました。で、その場合の決済方法なんですけども、レジでクレジットでお願いしますっていうところがポイントとなります。で、その後にリーダーにかざす still ま、先ほど見せたようなこちらの画像でね、見ていただいてわかるように、差し込むとこではなくてリーダーにかざす。そしたら、確かローソンの場合はピーみたいな音、セブンだったらポーみたいな音だったような感じするんですけども、それで決済ができてるっていうことになるんで、めちゃくちゃ早くて簡単なんですよね。で、iPhone の Apple Pay で決済する場合なんですけども、僕は三井住友カードのマスターカード、コンタクトレス決済を行うんですが、ここにも見ていただいてわかるように ID のマークも入ってます。ですけども、この場合もカードと同様にクレジット クレジットでお願いしますっていう風に伝えます。そしてリーダーにかざすと。そしたら同じようにカードをかざしたことと同じようになるので、ここは間違えないようにしてください。で、間違ってこの ID で決済した場合は還元率が2.5%還元に落ちちゃうので、ここは気をつけないといけないところの一つになります。なので、お買い物する時のコツは、ギリギリまで店員さんに画面を見せず、クレジットでお願いしますって言ってかざさないと、店員さんも よかれと思って、あ、ID だなとか、そういった感じで、ID として決済してしまうっていう場合も結構あったりするんですよね。これ結構コメントでいた,いただくことが多かったんで、なのでギリギリまで店員さんにクリストでお願いしますって言って、まあ、こそっとね、画面を Apple Pay の画面に切り替えてすぐにかざすっていう、それが一番楽な方法かなと思います。で、先ほどもお伝えしたように Google Pay での Visa のタッチ決済とか Master Card ーークト n スは今のところ未対応ということになってますんで、今スマートフォンでできるのは iPhone のみ、 対応しているととうことになりますで、続きまして3つ目なんですけども、こちら、V ポイントの柔軟性ということなんですが、まあ、この V ポイントもね、本当にいろんな使い方があります。この動画でね、解説をしてるんですけども、僕なりのおすすめの使い方なんですが、3つ挙げるとすると、まず1つ目は V ポイントアプリにチャージということで、まあ、これに関したら、三井住友ナンバーレースが出た当初ぐらいと同じぐらいに、確かサービスが始まったものなんですけども、三井住友が提供する V ポイントアプリっていう、いわゆるバーチャルプリペイドカー カードみたいなものになっておりますこれがね今現在僕の V ポイントアプリの画面となっておりましてポイントはね今もう全然ないんですけども、ほとんどの V ポイントアプリにとりあえず入れてますでこのバーチャルプリペイドカードを使って真ん中下見ていただいたら分かるようにビザ ID アプリペイで支払うというところがあるのでここをタップすると ご覧のような画面で、Apple Pay にも登録することができます。で、この状態で決済した場合は、なんと0.25%分のキャッシュバックを受けることができます。ここが結構またね、魅力的なんですよね。ただ使って消費するだけじゃなくて、若干のキャッシュバックがあるっていうね。しかもね、ナンバーレスのカードの5%分の還元を受けて、それを V ポイントアプリに移行したらですね、実質5.25%分の恩恵を受けれるっていう感じになるので、そこがね、また結構でかいんですよね。なので結構ね、この V ポイントアプリって、 僕自身はししてたりしますで、二つ目のおすすめの使い方なんですが、こちら、クレジットの支払いに充当することができると。もうこれはもうその名の通りですね。クレジットの請求額に V ポイントを当てて、その請求額を減らすことができるっていうことになるんで、まあポイントの消化とかに迷った場合は、とりあえずこの充当するっていうのであれば、まあ金銭的な負担も減るので、 そこも一つ魅力的なところかなと思います。で、そして三つ目なんですけども、他社ポイントに交換することもできます。まあ一部ね、ピックアップをするとご覧のようなものとなっております。まあ10日交換できるものに関したら、実はほとんど少なくてですね、今見る限り僕がよく使うポイントの中であれば D ポイントが1ポイントあたり1ポイントで交換することができます。他のに関したら V ポイント1ポイントから0.8ポイントとか、これも同じように1ポイントから0.8ポイントとか、レートがね、若干ちょっと変わってきます。なのでこの中を見ても個人的におすすめなのは D D ポイントかなと D ポイントもねいろんな使い方があったりするのでもし他社ポイントに交換する場合はこちらもぜひ、ね、参考にしてみてくださいそして4つ目ですね こちら SBI 証券のクレカ積み立てに対応を後日動画にしますということでまあ、これはね3ヶ月使った結果ではないんですけども今後使う上で魅力的なところの一つになってくるんですがこちらですね6月30日からサービスが始まるんですけども SBI 証券のクレカ積み立てにこの三井住友カードを使うことができますしかもねこのナンバーレスのカードも使うことができるんでそこがね結構魅力的なんですよでこれに関したらねちょっと面白いようなキャンペーンもあったりするのでまあ、これはねまた別の動画でお伝えをしようと思いますで最後に 5つ目なんですけどもこちらはキャンペーンや入会特典が満載ということでこれはねほんとまたこの三井住友ナンバーレスに限らず三井住友カード関連はここら辺がねまた魅力的なところではあります、まあ、例えばなんですけどもこれは6月12日時点ですね入会の特典を見ると条件を満たすと最大8000円相当の V ポイントをもらうことができますこのキャンペーン自体は6月1日から始まって7月31日までのキャンペーンとなっておりますキャッシュレスプランというよくある三井住友カードのキャンペーンとなっております 入会から二ヶ月後を待つまでの利用に対してご利用金額の20%最大5000円相当の V ポイントがもらえるっていうことになってますんで、まあ、25000円分お買い物したら5000円分が戻ってくるっていう感じなんで結構お得っちゃお得なんですよねこれだけでもでさらに今現在はこちらのキャンペーンこれ確か先日ちょっと動画にした気がするんですけども毎月の支払いにこの三井住友ナンバーレスもしくは三井住友カードですね登録した場合は最大で3000円分の V ポイントまでもらうことができるっていうキャンペーンもあったりするので、まあ、それと合わせてね 使えばねかなり効率的にポイントをもらうことがでできますでここからですね、さらに今現在こちらのビザのカードが Apple Pay に対応したキャンペーンですねこちらも以前動画にしてるんですけども6月30日まで開催中であったりとかあとは V ポイント祭りこれ抽選のキャンペーンなんですけども 普段から三井住友カードを使っている方であれば、もうぜひ参加必須かなと思います。で、もう一つ。三井住友カードが LINEPay のチャージペイっていうね、サービスに対応したっていう記念のキャンペーンも開催されてたりするので、結構季節とか時期によっては本当にちょっと面白そうなキャンペーンっていうのがちょくちょくあったりするんですよね。で、ここからですね、またさらに、この三井住友ナンバーレスのカードを作る場合、このポイントサイト経由っていうのをした場合ですね、それがまたさらにお得なんですよ。 まあ、毎度のごとくね、ポイントサイト経由、僕が使ってるのは、今のところチョビリッチを使ってるんですけども、 このポイントサイト、チョビリッチを経由した場合、どれぐらいのポイントをもらえるのかということなんですが、今、6月12日時点の場合、まず、チョビリッチのサイトにアクセスしていただいて、右上の虫眼鏡のマークをタップします。そして、このキーワードを入力してくださいのところで、三井住友、まあ、ナンバーレスっていうカタカナを入力していただいて、検索をかけます。そしたらですね、三井住友ナンバーレスの情報が出てきます。ここをタップすると、ご覧のような三井住友カードナンバーレスポイントアップ中ということで、チョビリッチの12000ポイントっていうのがもらえます。 これはね、チョビリッチのレートで言うと、6000円相当に回答するので、この三井住友ナンバーレスをチョビリッチ経由で6月12日時点で作成した場合は、なんと6000円相当をもらうことができます。この6000円に関してはもちろん現金にもできますし、ポイントに交換することもできます。ですけども、ポイントサイトあるあるなんですが、日によってね、案件が終了したりとか、あの、ポイントのレートが変更されてたりする場合もあるので、これね、6月12日時点の情報と思って見ていただければと思います。 で、もし作成する場合は、この真ん中下のサイトへ行くっていうところですね、タップしたら、普通にね、三井住友カードを作成する画面に映るので、まあ、ぜひですね、作成検討されている方は、ポイントサイト経由を、ぜひぜひ僕は押しております。ということでね、今お伝えした僕がま、3ヶ月弱使ったまとめなんですけども、コンビニで困ったらとりあえずナンバーレスで決済と。 もうここはね、もう迷わなくなったっていうところはめちゃくちゃでかいです。他のキャンペーンがとにかく開催されてなかったら、とりあえずナンバーレスで決済。で、二つ目のタッチ決済が爆速の極みということでね。で、二つ目はタッチ決済が爆速の極みということで、まあ、先ほどもお伝えしたようにめちゃくちゃほんと決済スピードが速いので、 あの、本当に時短に繋がるんですよね。なかなかね、朝とかバタバタコンビニとかで多かったりするので、それをかざしてサクッと決済できるのはかなりの強みかなと思います。で、V ポイントの柔軟性ということで、まあ、先ほどの V ポイントアプリで使ったりとか、他のポイントにも交換することができますので、使い方もめちゃくちゃ柔軟が効いてるかなと思います。で、4つ目の s b a 証券の繰り返し見立てに対応ということで、まあ、これはね、まあ、三角弱使った上での感想ではないんですけども、後日ちょっと動画にしてね、キャンペーンなどをお伝えしたいと思います。で、最後5つ目は、 入会特典が満載ということでこれは時期によって絶対変わってくるところではあるんですけども今現在はね結構いろんなキャンペーンが開催されているのでこのカード自体はかなり面白いものかなとなっておりますまあ、そんなこんなで今回は三井住友カードナンバーレスを3ヶ月買ってまあ僕が思ったことを簡単にまとめさせていただきましたまあ、正直ね今現在僕の財布にはこのカード自体は入ってなくてもう基本的には Apple Pay のマスターカードコンタクトレス決済をしてまあ使うことがほとんどですおそらくねこのカードを持っていて iPhone 使って ってる方であればもうほとんどそういった感じの方は多いのかなと思いますねなのでね僕の小さい財布の中から一つカードがなくなるっていうのはここもね結構大きなメリットかなと勝手に思っておりますまあぜひですねこのカードを使っていてまあ結構これが便利だったなとかこれは正直あまり良くないなとか何か思うことがあればですねコメント欄書いていただければと思いますで今回お伝えさせていただいた三井住友カードのナンバーレスの公式リンクであったりとかポイントサイトちょびリッチですねこちらの登録のリンクも概要欄に貼っておきますので詳細気になるか いらっしゃいましたら見ていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました